はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード4やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということでね、前回はなんとかね、無事村長をぶちのめすことができたんでね、もうほんと胸貫かれたんでね、もうあの焼死体にしてやったんですけれども、まあ、そんなこんなでね、なんとか村を無事抜けることができたんで、ちょっと古城に来ることができました。でね、この古城がね、一番なんか個人的には厄介というか、あのね、苦手というかね、嫌いというか、うまくなんかできない気がする。ここで多分ね、大量死しそうな気がしてならないというふうには思いますね。なぜかというと、結構ね、その後半は一人で行動することが多いんですよ。あんまりね、アシュリーと行動することがないんで、サクサクっと進めるかなっていう気はするんですけど、結構ね、一緒に行動することが多いんで、ちょっとアシュリーがやっぱりね、餌食になっちゃうっていうことも十分考えられる。そこ注意しながらね、進んでいかなきゃいけないかなと思いますね。ヘビいつも前からなんかスッと切れるんだけど、これあれかな、 60fps のおかげだからかな。なんか、普通はその箱壊します、その後に出てくるヘビ切りますって2回切らないといけないんですけど、なんか一発目で生きてるから、これやっぱ 60fps のなんか威力かなんかのかな。ってなんか自分で勝手に納得しちゃってるけど、まあそんな感じですね。ちょっとごめんなさい、なんかね、あの唇の皮がなんかめくれそうでめくれないって言ってるんで、これあんまりね、でめくっちゃうとね、またね痛い思いするから、これ気をつけなくちゃいけないですよね。まあそんな感じですね。でこっからまあちょっと武器も変えていこうと思うんですけど、まあ個人的にはやっぱライフルセミオートが好きなんですけど、これ入れれれな、ちょっとこれ整理しないとダメだな。ちょっと整理します、お付き合いください。でまあそれはいいんですけど、ちょっと最近ね、まあ、とあるお客さん、まあ、かなり大きいお客さんで、まあ、僕が懇意にしてるお客さんがいるんですけど、そこでね、その役員の方々とか、それからまあ上長、まあ、要は役職がついてる方々ですよね、が集まる会に、まあ、ちょっと偉そうにね、人材育成とはっていう話でね、ちょっとプレゼンをしてきたんです。プレゼントというか、まあ、講義というか、研修というか、セミナーというかっていう感じなんですけど、まあ、そんなんでやってきてね、で、まあ、役員の方々の前とかでね、部下が育たないのはマネージャーがポンコツだからポンコツさえ言わないけど、そのね、うまくその営業活動とかができないのはやっぱりマネージャーの責任ですせみたいな、そういう話をねしていったんですよね。だからなんて言うんだろう、役員の方々はね、その通りその通りってね、口に出してね、本当にその通りっていう言葉を口に出しながらね、聞いていただいたんで、あ、よかった、俺のね、マネジメント経験も本当ね、もう僕数える年数しかやったことがないようなね、乏しいやつなんですけど、一応部下とか後輩とか持ったことはあるんでね、なんですけど、まあそんな中でね、いろいろとこうやってね、ただ、まあ、そのマネージャークラスですね、プリングマネージャーと呼ばれるような方々も集まってた会だったんですけど、まあ、役員がその通りとか言ってる中、なんかブルホス余計なこと嫌がってとかって、もしかしたら思われちゃってたかもしれねえなとかって思ったりとかね。だって役員がいる前でさ、いやいや、オタクの言うことはわかるけどさ、でもそう現実はうまくいかねえんだよとかってさ、なんか反感っていうか反骨のセリフをこう言うってなかなかできないじゃないですか。やっぱりその立場があったりするからね。そういう意味では、まあ何を思われてるんだろうなと思ったんですけど、まあ終わった後にね、ちょっとブルホスさんお時間もらってもいいですかって個別で声をかけてもらって、まあいろいろちょっと話して、本音聞く部分とかもあったんですけどね。まあ、言うからにはやらなきゃいけないと思ってるから頑張りますよって言ってね、すごいやる気のある、お声とかもいただけたんで、ああ、すごいありがたいなと思ったんですけどね。まあ、そんな感じでいきましょうかね。ライフルじゃねえや。ショットガンのセミオートってどこで手に入るんだったっけな。どのチャプターだったかな ?4 の1の途中とかだったかな。だからもうちょっと先か。まあ、ライフルじゃねえ。ショットガンも変える予定でいます。間違いなく。でさ、やっぱりその人材育成ってさ、まあ、僕もその偉そうに人材育成を語るほど社会人になってからあんまやってなくて、まあ、どちらかというとその大学生の時に高校生の、ね、女子バスケを教えるとか、それからまあ塾講師やって中学生を教えるとかってその程度しかやってないんですよ。まあそれってバスケとか勉強とかっていうので、まあ限られた空間、限られたまあその中で教えていくっていうの、だからどっちかというとその技術的な部分をね教えるみたいなところがメインだったんで、その なんて言ったらいいんだろうな、その社会人のその仕事でのそのね、人材育成っていう話でいくとさ、どっちかっていうとその単に仕事ができればいいとかってだけじゃなくて、やっぱりそのヒューマンスキルっていうのかな、人間性ってところも育てていかなきゃいけないじゃないですか。ってなった時にやっぱね、僕はそこが一番難しいなと思うんですけど、そこも含めてそのヒューマンスキルと仕事のスキル
ジョブスキルっていうのか、っていう、両方を育て上げるのに、やっぱりね、ここって手抜いちゃいけないところなんですよ。なんでかっていうと、人間って、その自分がいろいろとこう人生をいろいろ過ごしていく中で、自分がやりたい、いい仕事とかキャリアとか、過ごしてきてキャリアとかってあるじゃないですか。やりたい仕事と過ごしたいキャリアっていうの両方があって、で、その、やりたい仕事とその過ごしたいキャリアっていうのを掛け合わせていくときに、自分で、できる、その、裁量っていうのを増やしていかないと、やっぱり、誰かに足引っ張られてる状態じゃ、これやりたいな、あれやりたいなっていうのは、なかなかたどり着くのって難しいと思うんですよ。で、そうなった時に、じゃあ何が一番足引っ張るのかって、やっぱ部下を育成する時間になってくるんですよね。で、それを、じゃあ1年間、2年間、ちょっと歯食いしばって、部下育成っていうのを一生懸命やっていく方がいいのか、それとも、もう5年、10年、ほったらかしにしといて、で、つどつど足引っ張られて、いつまでも一人立ちできないような部下のままに してしまうのかっていう、どっちがいいかって言ったら、やっぱり1、2年間食いしばって、5年、10年ほったらかしにして、勝手に仕事して、成果上げてくれるような部下に育て上げる方がいいんじゃないかっていうのを個人的には思うんですよね。ところが、それを会社っていうのは、目の前の利益を追わなきゃいけない、売上を上げなきゃいけないっていうことに追われてしまって、そこの育成ってところがおろそかになってしまって、で、結果的に5年10年経っても一人前に育たないと、で一人前にならないと何が不幸かっていうと、その上司の目線からするといつまでも一人立ちしない巣立ちしない部下を抱えて自分がやりたい仕事とかっていうのに全然手が回すことができませんっていう風に、その自分の時間を作ることがなかなかしきれないっていう、そういうね課題っていうのがあると。で一方で部下は部下で、そのいつまで経ってもなんか上司の言うことを聞いて仕事をしないといけないみたいな、そんな話になってくると、自己コントロール感っていうのがないと人間ってどんどん不幸になっていくし、不健康になっていくわけなんですよ。で、そこをクリアしていくためにも、やっぱり自分で仕事ができるように知恵、知識、経験っていうのを積んでいかなきゃいけませんよって、そういう話につながってくるってわけなんですよね。なんでこんな早口なんだろうね。このゲームやりながらこんなに早口喋るのって久々かもしれない。めっちゃ気持ちいいんだけど。聞いてる側からしたら、お前もマックス出るように喋りすぎて何言ってるかさっぱりわかんねえよっていう風に思われるかもしれないけどね。まあ大体熱が入ってくるとこのくらいのスピードで喋ってくるということなんで、まあゲームは冷静にね、プレイしてるけど、非常に喋るのはちょっと熱がこもってるんで、まあ頑張って聞いてください。ちょっと落ち着こうか。ねえ、ちょっと落ち着こう。ってことで操作します。はい。ちょっと X を押してる間、ちょっと僕休憩します。コーヒー飲む。喋りすぎ。まあ、これ部活とかと逆なんですよね。部活とかで、例えば、スポーツと逆って言った方が分かりやすいのか。スポーツで、じゃあ試合で活躍したいですと。で、試合って、まあ大体、ね、1時間とか2時間で1試合終わっちゃうじゃないですか。バスケだったら2時間くらいで、サッカーだったら90分とか、そんな感じで終わっちゃいますよね。で、その試合で、わずか1時間とか2時間活躍するために、まあ、何十時間とか何日間とかって練習するじゃないですか。ところ、でそのパフォーマンスを発揮するタイミングっていうのがたったそれしかないっていうところで、まあじゃあスポーツにかける意味ってどうであるのっていうのは、確かに正論をぶちのめしてくる人っていうのもいるんですよ。まあそれは気持ちはわからんでもない。でその一方で人材育成っていうのは、かける時間とその実際に得られる成果っていうのをものすごい、その体育コスパ的にはいいんですよ。1年頑張れば10年勝手に走ってくれるんですよね。なのにその1年っていうのが、まあちょっとあまりにも長いというふうに感じてしまって、頭完全に貫通してるねしまって、もうなんか育てるのを後回しにしてしまって、で5年10年っていうのがかかる状態をずる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 引き伸ばして、あいつはいつまで経ってもダメだ、あいつはいつまで経ってもダメとか言ってるんですけど、それって残念ながら育てられてないあなたが残念なんですよっていうのを、やっぱり多くのね、その育成する側の人たちっていうのは気づけてないっていうのは、これがね結構大きな問題点じゃないかなと思うんですよね。まあ、そこら辺をね、育成する側のマネジメント側の皆さんがどう感じられるかっていうところは、まあそれぞれかとは思うんですけれども、やっぱりまあとはいえ、その本人にねやる気がなかったらいくら頑張って育てたところで意味がないっていう、そこの見極めっていうのも大事なんですけどね。だからそこに関してはここまでやってくださいねとか、この期間まででこれをやってくださいねっていう、その場所とか、場所じゃないな、その量っていう、量ですね、まあ質とか量とかっていう、そこのまあ区切りを持っておくっていうのが大事になってくるんじゃないかなと思うんですけど、まあそれがねなかなかね、雑な人が多いよね。なんかそこら辺もね、まあ一冊でいいからね、真剣にね、そのマネジメントの本とかね、コーチングの本とかね、ティーチングの本とかっていうのを読んでみられるのはいいかと思いますよ。なんかさ、
よくさ、本をさ、なんかすごい読んでるアピールする人とかいるんですけど、あのね、本ってね、何冊読んだかとか、非常にどうでもいいんですよ。何冊読んだかじゃなくて、その読んだ一冊をどれだけ実践経験で生かすことができているかなんですよ。これがね、やれなかった大学生の頃の僕っていうのは、本当にね、バカだなって思いましたね。うん。だから、本を、なんか何冊読みました、年間、1000冊読んでますとかね、4年間で3000冊読みました、大学の4年間で3000冊読みましたとか、そんなんね、はっきり言います、誰でもできる、誰でもできるんですけど、その書いてある内容を、現実世界で、リピートして生かすっていうことができるかどうかっていう話なんですよ。だから、例えばさ、なんて言うんだろう、よくさ、なんか、自己啓発じゃないけど、具体例挙げると、小玉歩さんとかがさ、なんかさ、ヤフオクとかさ、なんかいろいろさ、手取りじゃないけど、なんかこうやって稼ぎましたみたいな方法とかあるじゃないですか。で、あれって実際やってみたら稼げるんですよ。ところが、やらないから、あれは騙されたとかって言うんですよ。でも実際それで稼いでる人たちもいるんだから、そういう意味で言ったら、ね、稼げてる人たちがいる一方で、それができてないってことは、この人たちが単にその本に書いてある行動に移さなかっただけなんですよ。だから何冊読んだかじゃなくて、その読んだ一冊をちゃんと形にすることができるかどうか、そこが重要ですっていう、そういう話ですね。だからそれが、できるまでやっぱり人間って粘り強く ならなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、それがね、まあ難しいんですよね。まあ、じゃあ今のは本言いましたけど、じゃあ僕がね、この間じゃあさっき言ったような、その役員とかプレイングマネージャーの皆さんにこういう話しましたで、ね、その話に関して、じゃあどのくらいね、僕の話が響いて、あ、やべえ、生かして、じゃあ持ち帰っていただいた時に部下のね、コミュニケーションの取り方に影響するかって言ったら、まあね、何とも言えないところですからね。あ、まだ来てるね、まだ来てるね。あ、やばいね。これね、挟み撃ちされたらやばいんだよね。危ないね。キックするね。そんな感じなんですよ。あれ、これ後ろいなかったっけ？まあ、いいか。いうところなんですね。だからそこがやっぱりね、重要なポイントになってくるんですけどね。だからね、まあ、数を追いかけるのが大事。あ、そうそう、ね、勘違いしないでほしいのは、じゃあ本読まなくてもいいのかと、一冊だけ読めばいいのかっていうと、そういう意味でいくと、数は読んだ方がいいっすよ。数は読んだ方がいいけど、あれ、いない。数は読んだ方がいいんだけど、数を読んだことで満足するのが良くないって、そういう話です。これ結構ね、まあ、勘違いっていうかね、なんかね、自分の都合のいいように捉える人が多いなっていうのはありますね。危ね。無理。接近戦は銃の方が早い、覚えておけ。ということで、シェリーじゃない、アシュリー。もうシェリーと冒険したすぎて、あ、でもやっぱりな、アシュリーの方が大きいからな。どこかとは言いませんけど、じゃあやっていきましょうか。ふい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 、じゃあ特にさせていきましょうか。またこうなったらね、もう大きな子さいさいですからね。はい、OK。 ふい、あ、ちょちょ、やべやべやべ、下がれ下がれ下がれ、え、ちょっと下がれ、え、ちょっと、うし、え、ちょ、ほら、後ろ下がるコマンド押したのに後ろ下がらないやん。そうなんですよ、ご存知の方たくさんいらっしゃるかと思うんですけど、実は邪教徒の寄生虫が一番怖いんですよ、やつら。またの一撃必殺のあれなんでね。もうなんかもうサクサク死ぬよね。あれ、ちょっと待って、動かない動かない。もうとりあえずめんどくさいから。OK。OK。この爆風はね、なんかね、アシュリーね、全然ね、なんともならないんだよね。それ不思議だよね、すごいね。はい、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 さよなら、さよなら、はい、オッケー。じゃあ、小銭だけ稼がせてもらって。ね、さっきまであんだけね、饒舌で喋ってたでしょ。なんかね、最近ね、ちょっとね、熱くなって喋るとね、すぐ喉食い、喉痛くなっちゃうからね、ちょっとね、今、自重してます。ゆっくり喋ってます。ゆっくりしていってね。っていうのと、あとまあシンプルに今話題が浮かばないからっていうだけなんだけどね。よくよく見たら、ここなんか旗っぽいやつも全部あれだね、ロスイルミナーズのあれだねって思ったね。
とりあえずじゃあここ抜けて、変態二十歳と会う直前のところまで進んでいきましょうかね。そこまで行ったら一旦終わりにしたいと思います。あどのくらい10分くらいかかるかな。でもちょっとこのパート長くなってるからな、やばいな。ちょっとまさかあそこでねお亡くなりになると思ってなかった。ちょっともうこれさ、自動セッティングしてくださいよ、頼みますよ。なんでこっちで選択しなくちゃいけないんですか、わがままですか。間違えたボタン、くるっと、はい、じゃあ取って、はい、じゃあウェイト。ちょこれもね、あのボタンがねちょっと1位付けがねなんかねすごい難しいんですよね。ちょエグザイルすな、ほい。あーでもこれあれだね、ここでやるのはちょっと嫌だから、もうこうちょっと遠目からほらほらほら、オッケー、これで、あいたおお素晴らしい、いいね、体力が効いた。なるほどな、体術でパンってやった時にはいけるんだ。スプラッシュしなかった。なんかもう何十周とプレイしたのになんか知らないことが結構出てくると、やっぱり新たな発見があると感動するよね。じゃあまだ食わしてない木箱だけ破壊して次進んでいきましょうか。感動のご対面というところでね。あ、よかった、レッドハーブ。これで、グリーン、あれ、ちょ、グリーンなかった。くそ。グリーン使っちまったんだよ、そういえば。さてさて。じゃあ、ここでね、あの、例のイケメンちゃんが出てくると思いますんで、ここでまあ、銃をカチャッとやっといて、じゃあ行きましょうか。まあ、ここしばらくは、あ、でもな、そっか、あそこで大量発生するもんな、あの時は燃やすか爆発させるかだよな。うん。OK。いつ見ても、ごつい肩幅。こんなあれだな、なんだったっけ、肩のトレーニングとね、背中のトレーニングあんまりやらないからね、名前全然知らないんだよね。ただ、こいつら二人のね、ちょっと肩いかつすぎて面白いよね、本当に。あ、そうそう、誰だっけ、アシュリーのお色気シーンはね、いろいろこれから続いていくんでね、また皆さんね、それを楽しみにこのゲーム実況見ていただくっていうのは非常におすすめじゃないかなっていうふうには思いますね。うん、さてさて、ていうか、そもそもさ、これ、アシュリーさ、戻ろうとしてたじゃん、一緒に。彼女戻ったところで何もできないのに何しようとしたのかね。ちょっとそろそろ別の男に乗り換えたいわーっていうノリだったのかな。だとしたら、ビッチ。ただのビッチ。OK、じゃあ進んでいきましょう。あれ服を出てきた。あ、いた。じゃあ、こっちをドーン。OK。やったね。多分やったよね。あ、そうだね。できてるね。あ、一人。ああ、おお。クリティカルヒート。これもね、初めてやったのが、なんだっけ、イージーモードだったから、敵ね、出てこなかったんで、あ、ここがそもそも封鎖されてたから、ね、出てこない設定だったんだよね。うん。これ撃ったら落ちる。あー、オッケー。頭からいったよね。普通死ぬよね、これ。あれ、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。アシュリーさらわれてる。あ、ちょ、あ、出てくるんだ。あ、やべ。ちょっと待って。それは俺がやりたい。まったく。ちょっとアシュリー、はい、しゃがんどいて。ほら。まったく。すぐにさらわれてるんだから。てか、あんな、ね、こいつらの筋力が薄いのか、それともアシュリーがこんななりして意外と軽いのかっていうところだよね。まあ、ミサイル搭載はしているというものの、体自体は柔らかいのかもしれない。柔らかいって何、軽いのかもしれない。やばい。逃げる。くるっと振り返って。くるっと振り返ってって、なんかあれだよね、セピアさんのさ、ゼロだった、コーリングだったっけ。ね、ゼロじゃない、コーリングか。くるっと振り返るっていうやつ あるじゃないですか。ご存知の方いらっしゃいますか。おお、ここの傷状弱いね。よかった。で、なんかその時にお化けが出てきて、うわーって叫ぶあのワンシーンが面白かったりする。さて、じゃあ、ここら辺で、もうさすがにここに敵は来ないだろうから、まずは、ちょっと待ってよ。どれがいいかな。このまま、あ、でもなんか敵見えてんだよ。チラチラって見えてんだよ。この微調整が難しいんだよね、これがね。いけるかな。あ、ちょ、外した。気づけよ。銃声で気づきたまえ。こいつら何してたんだって話。あれちょ。これはもうショットガンでぶっ破しましょう。は
い、近づけて、オッケー。もう一丁、オッケー。あー、飛んでった。ほい、オッケー。あ、でも遠いな。どうしようかな。ショットガンね、後々ね、やっぱ結構ね、重要視していくところになってくるから、ここは、OK。じゃあ、ついてこさせておいて、これね、またね、とあるアイテムを手に入れた時に、後ろからついてくるからね。よし、じゃあ、アイテムを獲得して、で、ここで、先に壊しておいて、あ、レッドハーブとあれだね、後で組み合わせとかなきゃいけないね。で、こいつら来ます。で、爆発。あ、ちょっと待って。うわ、邪魔。マジか。うわ、あんな、壁やろう。ほら。で、あいつら、ちょ。で、あれは、これで、ドンと。あ、なんか、あれだね。こういうのってマシンピストルでちょこちょこ撃ってった方がいいんだろうね、多分ね。なんか、いつもそのハンドガン、マシンピストルを使ってクリアするっていうのが今回初めての試みだから、なかなか慣れないっていうね。じゃあ、まあ、あそこの大きい扉をくぐったらね、ヒヒヒヒ、フフフフって笑うね、ちょっと気の狂ったおっさんの声が聞こえてくるんですが、一旦そこまで進んだらね、終わりにしたいと思います。はい。いやー、なんとか、ワンキルしたのがちょっと悔しいけど、はい。ということでね、この辺りでね、終了とさせていただけたらと思います。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンも押していただけると嬉しいです。ということで、本日の動画は以上でございます。さよなら。バイバイ。